はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回もまた、廃力、ザ・スペシャルのストロングで、グレープフルーツ味ですね。はい。アルコール度数が9%。果汁が1%。です。これも、炭酸強め。丸ごと絞った厳選グレープフルーツ。そして隠し味に塩と書いてあります。で、俺の嫌いな甘味料が入ってるんですが、原材料がウォッカと、グレープフルーツ果汁と、食塩と、糖類、酸味料、香料、甘味料、となってます。これも多分まずいだろうな。ね。まあでも。まあいいや。飲んでいきましょう。よいしょ。あ、でも、あ、でもだいぶマシになったな。あ、結構塩が効いてるのか。これは前回の、あれよか、うまいぞ。なんだっけ。オレンジだっけ。カシスオレンジ。前回、カシスオレンジとグレープか。よか、だいぶ全然甘くな、だいぶ甘さが抑えられて、そしてあまり変な甘さもないですね。あ、これまだいいわ。あ、これまだマシだわ。全然マシになった。甘さがね、全然しつこい甘さがなくなりましたね。危険、甘味料。今回は、甘味料の危険さをちょっと、ね、ググってみたいと思います。カロリーオフの甘味料には意外な危険性がある。代表する人工甘味料といえば、アスパルテーン。ここにも書いてありますね。あ、これ違う。アセスルファムか。アスパルテーン。甘みは砂糖のおよそ200倍。恐ろしいな。つまり、砂糖が、200分の1で済むと。まず糖分、危険性としては、糖分ではありませんから、満腹感が得られにくいという欠点です。甘くても満腹感が得られにくく、かえって他の食事を食べ過ぎてしまうことになるのです。まあ確かに。腹減ってる時に、ジュースとか、まあ、コカ・コーラとかね、飲むと、結構マシになりますけど、まあ、あれは、結局甘さによって満腹感が得たと。
実質はね、液体しか飲んでないんですけど、なんかね、満腹感が得られるとか、あとガムとか噛むとね、いや飴か、飴舐めるとなんか満腹感が得るとかね。アスパルテームには発がん性があるという報告がありますと。うん。飲み物でおすすめするのはやはり果汁 100% のフルーツジュース。フルーツの糖分、いわゆる果糖は、砂糖ほど血糖値の上昇はありません。すぐエネルギーに変わる効率のいい糖類なので、太りにくいことでも特徴です。ああ、なるほどね。砂糖よか確か、エネルギーに変わりやすいんだっけ？早めにね。早くっていうか、吸収がいいのかな？うん。らしいです。結局、発がん性はやばいと。発がん性的な意味で。甘味料で一番安全なのはステビアらしいですね。うん。ステビアという甘味料か。アスパルテームの危険性。ポリープ発生、目に奇形、体重減少、骨格異常、内臓異常、脳内伝達物質変化、脳障害児、分解毒物性の不安だそうです。なるほどね。うん。アスパルテーム。アスパルテーム。今これは、今飲んでるこれは、アセスルファム K っていうのとスクラロースが含まれてますね。アセスル、なんか似てるんだよね、なんか、ね。名前がね。問題としてはアスパルテームというのが、やばいらしいです。アセスルファム K っていうのは何なの？なんか似てるけどこれ同じ物質か？アセスルファム K ってググります。あれ、アスパルテームとアセスルファム K もやばいらしいですよ。何がやばいかは知らんけどね。この二つがやばいんじゃないのか？ぶっちゃけ。一番危険なのは多分、アスパルテームで、その次がアセスルファム K。スクラロースはまだいいらしいです。うん。関係ないですけど、2ちゃんのね、人工甘味料スレだと、非常にね、このアセスルファム K っていうのが、ものすごい味がまずいっていうので、嫌いな人は、いっぱいいますね。そこのね、2ちゃんのスレだと、もうすごいですよ。いろいろね、新発売のやつを、やつになんか、ね、含まれてるか含まれてないとか、結構いろいろ書いてありますね。まあ、俺的には別にね、甘味料がね、
まあ、なんで嫌いかっていうと、ただまずいからなんですよね。で、あと、まあ、ね、危険とかっていうのもありますけどね。だから、コカ・コーラゼロとか、ペプシダイエットとか、ああいうのは基本的にまずまずいので飲まない。変な甘さがある。ね。で、それに加えて、まあ、まあ別にね、カロリーとか俺気にしたことないんで、まあ、太ってないし、むしろ太りたいぐらいなんでね。だから、もう普通に砂糖使った方が、砂糖使ってくれた方が俺好きなんですけどね。ああ、このアスパルテームっていう、いわゆる今、危険っていう話しましたけど、それが砂糖の600倍の甘さらしいですね。すげえな。どうなってるんだ。で、よく見るのが、アセスルファム K っていうやつ。ね。これがね、さっき言ったけど、2ちゃんでは非常にまずいと。味がまずまずい。これ入ってるやつは大体まずい。という、ね、あれになってるっぽいです。アセスルファム K っていうのは、アセスルファムカリウムの略で、K がカリウムですね。K の元素記号、カリウムの元素記号、K です。まあ、あと、基本的にもう、でもコカ・コーラには含まれてないんですよね。ペプシは知らないけど。ね、あと最近出てる、特保のメッツコーラとか、あれにも完全に、甘味料がもうめっちゃ含まれてるっていう。ね。あれにはびっくり。逆にあれはやばいらしいです。ペプシのなんか特報のやつ。もうやばいらしいですね。もう俺基本的にもう買わないわ。気持ち悪くなってくるもん。なんか。だいたい。気分が悪くなってくる。なんでそんなに、やっぱコスト的に安いんですかね。知らないけど。砂糖よかコスト的に安いって言ってもお前、そもそも砂糖なんて、そんなコスト的に高いもんじゃないでしょ。ね、甘味料の方が、ああ、でも、まあ、甘さがほら、200倍とか、400倍とか、600倍とか言ってるから、まあ、結局400分の1とかで済むわけですね。量がね。ということはやっぱり結果的にまあ、砂糖 1g だったとしたら、200分の 1g で同じ甘さが得られるわけだから、コスト的にはまあ、大量生産するからそっちの方が安いは安いんですよね。なるほどね。多分そういうことなんでしょうね。おそらく。おそらくね。でもやっぱり、あんまり美味しくないですね。実質。やっぱり若干やっぱまずい。この味が。これはね。やっぱり若干ちょっと味が。
気持ち悪いよね。なんかね。後味があるんだよね。変な。うん。で、あと、ちょっと気になるのは、微糖とか、コーヒーの微糖とかさ。主に、甘味料使われてるのは微糖なんですよね。なんでわざわざ微糖なのにさ、甘味料使ってさ、まあ、結局、甘さを補強するのかがよくわかんないんだけど。微糖買う人っていうのは基本的にさ、まあ、微糖も、無糖もそうだけどさ、微糖買う人って甘いのが嫌いだからさ、微糖にするわけじゃん。それなのにさ、意味なくねって。ほぼ、微糖のやつは、甘味料含まれてます。間違いなく。うん、いわゆる無糖のブラックは含まれてませんね。多分含まれてないと思います。が、基本的に、微糖はほぼ含まれてます。うん、まあ、ね。いろいろ。あれですけど。うん。別にそもそもカロリーオフって言ってもさ、まあ言っても、まああれか。女性にはカロリーは重要なのかもしれないですね。うん。でも、だからといってカロリーオフのやつばっかりを飲んでたりすると逆に太るというのがね、らしいですけど。なぜかよくわかんないです。なんか逆に太るとかって、ね、言ってるらしいですけどね。わかりませんか。うん、甘味料。うん。で、虫歯になる。ちょっと待って。ん？虫歯の原因となる酸を作れないので。あ、キシリトールは虫歯の原因にはならないと。うん。でもなんか俺、なんかガム噛むと、さ、基本的に今のガムって、まあ、いわゆるね、砂糖とか使われてなくて、虫歯の原因にならないとかって言うんだけど、なんか虫歯になるような感じはするんですよね。まあ、わかりません。ということで、こちらはね、うん、まあ、グレープフルーツ味。まあ、割とマシです。割と。甘みは結構あんまないですね。うん、グレープとか、前飲んだやつに比べると。まあ、おすすめ度としては、まあ、二つ星ぐらいだな。まあ、所詮は、おすすめはしませんけども。まあ、でも、まあ、やっぱりね、甘味料の甘さは若干やっぱりあるんで。でも、甘みはだいぶ抑えられてて、グレープとか、グレープ味とか、カシスオレンジ味に比べると全然マシ
という感じです。2332です。それではご視聴ありがとうございました。